はいそれでは本日は2級建築施工管理技師の学科試験平成28年問51番後期施工防水工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでもしこちらが見づらければそちらをご覧いただければと思います下流ゴム系シート防水接着工法に関する記述として最も適当なものはどれか1シートは接着剤を塗布後オープンタイムを置かずに貼り付けるこの問題は不正解ですえ結論から言うとこれはオープンタイムを取ってから シートを貼り付けますまずこのシート防水と言われるものは何かというと、えー、下流ゴム系であったり、あとは塩化ビニール樹脂系などの、えー、材料、えー合成、合成高分子系と言われるこのような材料を用いて、えー、作ったルーフィングのことをルーフィングで防水すること、これを、えー、シート防水工事と言います。でこの中にはですね、この合,合成高分子系というものには、えー、この下流系ゴムであったり、あとは塩化ビニール樹脂系というのが一般的に使われています。 今回の問題はこの下流ゴム系というものが使われるという流れになります。この下流ゴムというものはですね、この硫黄などを加えてゴムを伸びやすくする、これが下流ゴムと言われるものですね。これが下流ゴム系のシート防水工事になるんですけども、下地のコンクリートがあります。その上にプライマーを塗って、そしてその後に接着剤を塗って、そして下流ゴム系シート防水をこう貼り付けていった後に、あとは最後に塗装を行っていくという流れになります。これがシート防水工事の一段になります。 そして今回の1番の問題なんですけども、えー、シートの貼り付けの留意点といたしまして、えー、シートの貼り付けはですね、接着剤この青色の接着剤を塗布した後にオープンタイムといって適切な施工可能時間というものがありますこれを確認した後でじゃないとこの下流系ゴムシート防水をしてはいけないという流れになります、えー、今回の問題に関してはオープンタイムを置かずに貼り付けると書いてあるのでこの2番に関しては間違えていますそれでは2番 ルーーフドレインと取り合い取りり合合う部分ののシートに切り込みを入れるる。場合は補強のためしりするこの問題は正解です。このルーフドレインとの取り合いの部分ですね。そもそもこのルーフドレインというものは何かというと、まあ、ルーフドレイン、これ英語を直訳すると、えー、屋根、屋根溝という形になります。まあ、屋上の水を流す役割のものですね、まあ。このような黒色のものなんですけども、まあ、あのこのような上皿の上にこのような蓋がついているんですけども、これはですね、葉っぱなどが、まあ、ゴミが詰まらないように、こう、 蓋がされれていいるという流れになります。そしてこう、湯を通っていくというのが、このルーフドレインになります。この屋上にこのルーフドレインをつけた後にですね、このコンクリートと一緒に埋め込んでいくんですけども、この皿の部分、えここの取り合いですね、今回言っているのはこの取り合いの部分とシートが切れ込んでいく場合に関しては、このマシバリ部分、マシバリをまず初めに行うということですね、このルーフドレインと下地コンクリートのこの取り合いの部分に、 まずこう、まし針を貼って、そして、えー、下流系ゴムシートを貼っていくという流れになります。まあ、このマシバリも、えー、下流系ゴムシートで貼るんですけども、まあ、絵で書くとこのようなことになります。このルーフドレインとと、えー、りあえず部分のシートの切れ込みを入れる場合に関しては補強のためにま、えー、バリを行う。これはこちらのことを言っておりますので、2番に関しては正解です。それでは3番。下地が ALC パネルの場合、パネルの短辺接合部の目地部には絶縁用テープを貼り付ける。この問題は正解です。 この下地の部分がこのコンクリートではなくて ALC パネルと言われるものになります。まあ、これは鉄骨工事の壁とかに使われ,て使われるものなんですけども、まあ、一つの下地コンクリートとか以外の別の施工方法という形になります。この ALC パネルの場合に関しては、絶縁用テープというのをこう貼,り付けていく貼り付けていかなければいけません。これ、長手に見えるんですけども、こっちが短編方向なので、こっちが短編と覚えていただければと思います。この I 型鋼の上にこう、 LC パネルが乗っかっていますよという形です。そしてこの目地の部分ですね。ここ隙間なんですけども、ここを、えー、目地部を埋めて、そしてその上に絶縁用のテープを貼っていくという流れになります。えー、このパネルの短辺接合部分、ここの目地の部分ですね。には、えー、幅50ミリ程度の絶縁用テープを貼り付けなければいけないということになります。この下地の上にプライマーを塗って、そしてプライマーの上に絶縁用テープを塗って、えー、貼って、そして接着剤を塗ってシートという形になりますので、こちらも覚えていただければと思います。 3番に関しては正解です。それでは4番。プライマーを塗布する範囲は、その日にシートを貼り付ける範囲とする。この問題は正解です。もうこれは言っている通りですね。このプライマーを塗布する範囲なんですけども、一番下の部分ですね。この範囲に関しては、その日のシートを貼り付けるだけの範囲だけ、この下地に塗布をしていくというのが、えー、このプライマーを塗る範囲になります。なので4番はこちらのことを言っておりますので正解です。以上のことから今回は2番が、あ、1番が間違えているので、1番が答えとなります。